はよう、スース。おはよう、ズン。やめた？もう寝たくないよ。寒いね。お味噌汁飲む？保育園あるよ。やだ。やだ。やだ。パパが送ってってくれるよ。今日保育園で何やるかな。わかめスープがよかった。ママがわかめ入れてあげよう。あれ？わかめないな。そこじゃない。あっちでしょ。わかめ。わかめさ、買い置きしてないもん。あったわ。わかめあった。あったわ。わかめあった。やった。いろんな色があるやつ。うん。見して見して。黒。食べて。食べてみ。硬いよ。うん。美味しい。わかめおいしい。卵も入れよう。しょうちゃんがお味噌入れた。ありがとう、ありがとう、そうそうそう、上手、これでいいよ。味見どうぞ。ありがとう。うわ、落ちちゃった。ちょっとレーズンも焦げちゃった。見てて、うん、1、2、3。何3って？スーちゃん、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 白だけでしょ。ここでいいな。ママ梅のおにぎりするよ。梅のおにぎりいる。いるでしょ。熱い？すごい熱い。熱つつつつ。熱つつつつ。熱い。すごい熱い。どうぞ。食べよう。いただきます。うん、うん、もうこんな時間だ。スーちゃん、お着替えしてよ。お茶だけ飲む。お茶おいしい。おいしい。スーちゃん、保育園のお洋服おっちんして飲んで。そうだね、こっちにしてるんでってママ言ったのね。ママが用意するよ、もう。いいよ。いいよ、じゃあお願いします。お願いします。これ聞いた。これなんて書いてある？よし、ママ早く行ってこようっと。おい
くん滑る。よし、行くか。オッケー。寒いんだろうな。寒いよ。あ、上に上着ようか、すーちゃん。すごい。見て、舞妓さんの洗車札ついてる。なんでこんなところ舞妓さん洗車札ついてるの。行っといで。え、歩いていこう。ゲストか。ゲストか。やだ。よし、行こう。I love you. I love you. くしゃくり出てるね。引いてごらん。お、うー、できた。寒いから気をつけてね。バイバイ。よいしょ。うん、いってらっしゃい。バイ。I love you. I love you. いってらっちゃん元気に行ってきた？うん、本当？行ってきた。本当？この間さ、ママが送ってた時、永遠泣いてたけど、今日大丈夫だった？あ、全然すごい楽しそうに行ってきた。あ、そう、よかった。ちょっと今日ママお着物着てお出かけしてくる。朝からバタバタだけど、ちょっと現実逃避してくるわ。いいじゃん。うん、ありがとうね。はい。ギリギリだ。キャラ着替えを。あ、お化粧するの忘れた。お化粧しなきゃ。急げ急げだよね。なんでほんといつもこんなギリギリなんだろう。今日はね、ちょっとね、品川にあるとっても素敵なお店に行ってみようと思ってね。あ、なんか着物着てここに行ってみたいなと思って。一人で過ごす時間っていうのはすっごい久しぶり。いいとこ行くね。超素敵でしょ。もう素敵。なんか住宅街ね。そうそう、なんかさ、品川のそんなとこにあるんやっていう感じじゃない。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。焼き爪さん、あー、とっても素敵な場所でしょ。耳を澄まし、体を温めて調和する。お茶を入れて、今日のために明日のために。だからただのお茶じゃないんだね。でも最近ちょっと本当に忙しすぎて、そういう時間が取れないじゃなくて、取らないじゃなくて、もう忘れてるよね。今が私に必要な時間だわ。いいね。うん、いいわ。すごい楽しみ。あれ、自分と向き合うっていうことはとっても大切だし、なかなかね、後回しにしちゃうんですよ、自分のことは。姫がいますからね。元気なプリンセスがいますから、私は。だよね。それも幸せですよね。よし、じゃあお着物着よう。ちょっと今日行くところの感じにしたいなと思ってるんだけど、あのネットで見る限りだとそんな雰囲気だよね。そうね、うん、心を落ち着かせる感じでさ。そうそう、うん、いいじゃん。鮮やかな色が好きだからさ、うん、見たらパッと目がこう明るくなるような色を好んで着てるけど、うん、今日はちょっと自然に溶け込むような、ちょっとおとなしめでしょ。スーちゃんもいないからね。うんうん、 OK、 じゃあ行ってきます。いらっしゃい。ありがとうね。スーちゃんは私が迎えに行けると思うし、うん、じゃあね。うん、楽
しんで。じゃあもっとお仕事頑張って、ね。はいよ。じゃあね。この暖簾の向こうはですね、心を整えて落ち着ける場所になっておりますので、流れる水の音に意識を向けていただいて、また漂う香りですね、すごいいい香り、ゆっくりと息を吸って心を整えてからお越しください。おやすみなさい。あ、そうですね。失礼します。本日は改めましてお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ここはですね、もともと私の祖父母が住んでいた地区、65年程度のいわゆる日本家屋、この4畳半に気軽にお茶を楽しめる、あるいは日本文化の一端を少し経験することができるお茶室を設けることとなりました。都会の喧騒の中心のような品川から少し歩いて滴るお茶の一滴に集中するというのは、とても贅沢な時間かなと個人的には思っております。ゆっくりと五感を研ぎ澄ませていただいて、自分と向き合う時間を通してリラックスしていただければ、これから心をリラックスして感覚を研ぎ澄ませていく心の準備をしていきたいと思います。顎を引いて目を閉じて、鼻から大きく息を吸って、丁寧に全てを吐き切る、この大きな深呼吸を数回続けてください。次の息を丁寧に吐き終わったら、ゆっくりと自分のペースで目を開けて、リラックスし感覚が研ぎ澄まされたことを感じてみてください。はい、これで心の準備もできたかなと思いますので、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞお手に取ってご覧になってください。また香りを楽しんでいただいて、ぜひ一つまみお召し上がりになってみてください。香ばしい。はい、そうなんです。玄米茶というのは比較的こう日常使いのものではあるんですけれども、香りの高い玄米を使っております。スナックみたいな、はい、美味しい、はい、じれったいんですけれども、この最後の一滴に香りであったりとか味が入っておりますので、一煎目はですね、はい、福岡県の八女というところの一番茶と香りの高い玄米茶になっております。特徴はですね、通常はですね、玄米とお茶を1対1で混ぜるのが通例なんですけれども、僕としてはですね、この玄米の香りと玄米の甘さをぜひ楽しんでいただきたいと思って、玄米を多めにブレンドしております。まろやか、すごい飲みやすいかなと思います。普段お茶を飲まれるんですか？お茶は結構好きで、はい、お抹茶がほとんどなんですけど。そうなんですか。でもこういうスタイルのお茶は初めてです。 ありがとうございます。すごい、はい、なんか出てきた。炭で焼いていきます。おせんべいです。おせんべいです。青さが練り込まれているおせんべいで、ここにチーズを乗せていきます。チーズおせんべい、そうなんです。面白い。そうなんです。すごい、はい、チーズの中に柚子胡椒が練り込まれておりますので、味を変化を楽しんでいただければと思います。
なりポリポリで、ちょっと歯ごたえがあるかなと思うんですけれども。ベストせんべい of my life。すごい美味しい。ありがとうございます。おせんべいってこんなに美味しかったんだっていうぐらい、本当に美味しい。ありがとうございます。これはお皿持ち上げてもいいんですか？あ、もちろんです。もう本当に。なんていうんですかね、しきたりとかなく、もう気軽に、お過ごしいただければと思いますので、ありがとうございます。ごゆっくり楽しみください、お茶と、すごいお茶と合いますね。玄米茶の香ばしさと、おせんべいの香ばしさをこ うまくこう感じていただければというふうに思い、ペアリングしております。太陽がいい感じに入ってきましたね。本当どこ見ても美しくっておじいちゃんそうでございます。苦くないですね。そうなんです、ダークチョコレートのような、ちょっとこう大人な味わいかなと、ミルク、はい、失礼します。ということで、はい、2煎目はほうじ茶ラテになっております。あ、このほうじ茶すっごい美味しい。ありがとうございます。これなんかほうじ茶独特の渋みみたいなものがないっていうか、またちょっと違いますね。これはミルクは牛乳ですか？はい、ミルクは牛乳になっております。そう、ぜひ入れてみてください。はい、2煎目に合わせますのはかぼちゃのクリーム大福というものなんですけれども、これはですね、かぼちゃのペースト、それとですね、クリームチーズで中のあんを練り上げております。と、比較的ヘビーにローストしたかぼちゃの種が中に入っておりますので、そのザクザク感もほうじ茶のペアリング、お楽しみください。結構柔らかめに作っておりますので、なんか お着物を気をつけてください。ご主人がお作りの、あ、はい、全部ここでレシピ開発も、嘘、やっております。すごい、朝コネコネしておりました、すごい、うーん、面白い。なんかかぼちゃの十分の甘みっていうか、美味しい。ありがとうございます。海外のお客様も多いんですか？はい、最近やはり国境が開いて増えてきましたね。ご主人が英語で説明もこういう感じで、はい、します。はい、まあ、何でも聞いていただければと。僕としてはお茶の文化っていうのを職人として極めるというのもすごく素晴らしいことだと思うんですけども、お茶農家さんとお話しすると、大体どうやったら若い人に飲んでもらえるかっていうふうに悩まれてるんですね。やはりどんどん人口は減っていきますし、そうなってくると外国のお客様にこの日本のお茶っていう商品だけじゃなくて、その文化も一緒に、強みでもあり弱みなのか、ある意味日本文化を押し売りしてしまうところだと思うんですね。こうあるべきみたいな。なのでそこを大切に守るところは守って、調整するところはお客様に合わせて調整していくっていうのが大事かななんて個人的には思っております。4選お出ししたんですけれども、なんかどれが良かったとかありますか？お茶はですね、はい、蒸し玉緑茶ですね。蒸し玉緑茶、はい、良かったですか？一番美味しかったですね。今でもなんか口の中思い出せます。ありがとうございます。すごい記憶に残る味でした。お菓子は、はい、一番最初のおせんべいがちょっと衝撃でした。 おせんべいのこういう楽しみ方ってあるやんみたいな。はい、ということでですね、このほっとした気持ちをこのお店を出た後もお持ち帰りいただけるようにですね、はい、日常に戻る前に最後に整えていきたいなと思いますので、目を閉じていただいて、鼻から大きく息を吸い込んで、全てを丁寧に丁寧に吐き切ったら、ゆっくりと自分のペースで目を開けて、整って浄化された体を感じてみてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。ただいま帰ってきました、現実の世界にでも
これから超特急で着物を脱いでスーちゃんをお迎え行って日常生活に戻りたいと思います。おかえり私では後ほど。私に戻ったな楽しかった。さあではママに戻りますか。パンとさ、うん、おにぎりとパン残しててねって言ったじゃん。あーお疲れ様保育園。ちょっと今ここ食べた？食べてない。食べた。食べてない。スーちゃんが朝食べた分でしょう。僕残してたの。残してたの。じゃあママ無意識のうち食べちゃったかもしれない。それかパパ食べちゃったかもしれない。あのな、ほうじ茶買ってきてあげて。ほうじ茶とお菓子とな。あ、おお。お餅食べる人、はい、元気だった人、はい、ニコニコだった人、はい、頼ませお兄さん。ちょっと待ってこれちょっと強くなったでしょ。どう、それなんかナッツみたいなやつやったで。お味噌の味しい？するお味噌の味するやろ。お茶パックこんなコットンパックに入ってる。なになに、匂いして、いい匂い。中が黄色。本当だ。それね、何の味する？かぼちゃ。あ、そう、よくわかったね。レモン茶どうぞ。かぼりある？かぼりね、パパのお酒入ってるやつだから。しかもお酒じゃなくて、お餅のおかわりあるって。ない。うん、ゆっくり食べて。よくしょー。これ食べてママもあるよ。一緒に食べよう。よいしょ。いけるいける。あ、よかった。でもそのお茶屋さんのさ、お父さんがさ、これ全部作ったんだって、自分で。お父さん。お父さん、お茶屋さんのお父さん。おじさんじゃない。そう、おじさんだね。すごいおいしいね。あ、なんでか。なんでかい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 。かまへん、かまへん。かまへん、かまへん。この間京都帰ってたからさ、ばあばあちゃんから教えてもらったんだよね、関西弁をね。ママのマニコしてた。気にしんとき。気にしんとき。お父さん、気にしんとき。何それ。もう、なんでかい。なんでかい。なんやそれ。まったねー。バイバーイ。この写真いいじゃん。この写真いいじゃん。この写真いいね。このアングルいいじゃん。